戸場川駅は、かつて、岐阜県岐阜市にあった、名古屋鉄道高富線の駅。駅名は近くを流れる戸場川に由来する、高富線の前身である、ながら京弁鉄道の駅として、路線が開通した1913年に設けられた。開業時の駅名は、京市淵駅で、戸場川駅に改称したのは1934年のことである。この改称と同時に、それまで、 戸場川駅を名乗っていた隣の駅は名前を下岩崎駅に改めている。戦後、高富線は自動車の普及に対抗できずに1960年に廃止、当駅もこれに伴い廃駅となった。戸場川は戸場川のかつての名称であり、現在も地元の住民は戸場川と呼ぶことも多い。現在公式の河川名は戸場川に統一されている。AB 日本鉄道旅行地図帳追加、定保、一覧七号、東海。鉄道フォーラム。二千十六年七月東海図覧。軽便鉄道運輸開始。官報1 9十四年一月十二日。AB 今尾啓介。日本鉄道旅行地図帳七東海。新庁舎。二千八年五十三ページ。ISBN 九百七十八から四から十から七十九万二十五から八 ABCD 岐阜のチン,チン、電車岐阜市内線と美濃町イビ谷組線の85年郷土出版社1997年219から230ページ ISBN4876700974 清水武史 RM ライブラリー130名鉄岐阜線の電車美濃電の終焉猫パブリッシング2010年6月 ISBN4 から77705287720ページ岐阜のちんちん電車岐阜市内線と美の町伊比、谷組線の85年郷土出版社1997年140から141ページ ISBN4 から876700974京市淵駅に関するカテゴリーありがとうございます